日銀は今日まで開いた金融政策決定会合で、大規模な金融緩和策の一部を見直すことを決めました。日銀は2日間にわたる会合で大規模金融緩和策の一部を見直し、これまでプラスマイナス0.25%としていた長期金利の変動幅をプラスマイナス0.5%程度に拡大する方針を決めました。 春以降、欧米各国で利上げが続き、円安が進んで物価高に拍車をかけたことや、国際市場の取引が減少したことなど、今までの政策の弊害が指摘されていました。市場では事実上の利上げとの受け止めが広がり、円相場は1ドル133円台前半にまで急速に円高が進んだほか、日経平均株価は下げ幅が一時800円を超えました。